動画をご覧の皆さん、こんにちは。おたほです。今日紹介するおもちゃはこちら。仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ01仮面ライダードライブ対空スピードです。<laughs> これどういったアイテムなのかというと、ちょうどここが見えないんですけども、この仮面ライダードライブのここにタイヤがついてるんですね。 これを交換したりすることができるアクションフィギュアなんです。この01仮面ライダードライブタイプスピードにはマックスフレアタイヤが付属しています。そうそう、これがマックスフレアタイヤに交換した状態ですね。パッケージの背面はこんな感じです。全身20箇所可動まあ、20箇所なんで、昨年のアームズチェンジシリーズが18箇所なんで、ほぼ変わらないかなぁ。それから手動でタイヤが回転。ここですね。デラックストライドロンと連動したり、よく見るとここに紫色のタイヤが交換されてますね。 ゼロ2としてタイヤセットが発売されるんですね。昨年のアームチェンジシ,シリーズでは、まあパインやイチゴだったり、まあ鎧セットっていうのがあったんですけど今年はタイヤなんですね。タイヤだけを売るって結構強気ですよね。というわけで、早速箱の中を開けます。おこれで遊びたかったんだ。今年の仮面ライダータイヤ交換シリーズ。中を開けると、 中にはこんな状態で入っています。あ、通常のタイヤが入ってますね。それから、先ほどのマックスプレイヤータイヤ。あー、ここが、あられもない姿になってますね。なるほどね。あ、わかりやすいかも。ここにタイヤをセットするんですね。パッケージから中身を取り出します。こうやって体が分割できるやつって、仮面ライダー、オーズを思い出しますね。あ、待てよ。オーズみたいになるのかなそれはないか。こっちが本体 A。 B ですね。これがタイプスピードタイヤ。マックスフレアタイヤ。あ、このタイプスピードのタイヤ。これゴムですね。この部分。お細かくいろいろ見ていこうと思ったんですけど、この状態があまりにもかわいそうなんで、もう早速組み立てます。一点注意があるんですけども、この背面にビスがあります。ビスがこちら側を向くようにくっつけます。そして、これをくっつければ、 完成、仮面ライダードライブ。タイプスピードです。うん。スーツのカラーは真っ赤に燃える炎の赤ですね。結構塗り分けが綺麗ですよね。この目の部分はクリアパーツですね。なんかこの辺のディティールかっこいいですね。背面はこんな風になってます。結構地味なところなんですけど、ディティールがびっちりですね。車の裏側みたいな感じですね。このタイヤが手動で回ります。 左手にはシフトブレス。それからドライブドライバー。結構造形が細かいです。それからシフトカーホルダー。シフトカーホルダーは取り外せます。腕と足にはホワイトのラインがありますね。太いラインと細いライン。脚部はこんな感じです。うん、やっぱりこうしてみると、ドライブドライバーのレビューの時にも感じたんですけども、どこか昭和っぽいんだけど、すごい近未来な感じがします。なんかこの辺のラインとか、ちょっと昭和をオマージュしているのかなと思いました。 しかしこれずーっと見てると、まあもちろんこれ仮面ライダーなんですけど、あのー、宇宙刑事シリーズの、特にウィンスペクターとかソルブレインとか、その辺のデザインラインにも似てますよね。僕この仮面ライダードライブのここがすごく好きです。可動範囲は昨年のアームズチェンジシリーズと同じ感じですね。首がボールジョイント。肩が動く。横にはここまでですね。それからここにロールが入っていて、 肘が曲がる。そして手首。指はおなじみの人差し指、中指、薬指、小指。この二分割ですね。腰はこの部分で曲がります。足は上にここまでですね。後ろに至ってはここら辺までしか曲がらないですね。なんだろ、う、ここにディティールがあるからかな。そんなに深くは曲がりません。それからここのロール。膝。そして足首がボールジョイントですね。 可動範囲おおむねいいんですけど、一つ残念なのがこの頭部ですね。これ横向けると、この襟に干渉して、ちょっと上向いちゃうんですよね。こっちに立ってはタイヤがあるんで、こんな風に稼働しちゃうんですよね。それがちょっと残念ですね。ライダーキックのポーズを作ろうと思ったんですけど、やっぱりここが色々干渉しちゃうんで、かっこよく決まらないですね。僕なかなかネガティブなこと言わないんですけど、これちょっと色々もったいないですね。 僕の嫌いな、この、足を前に出すキックになっちゃうんですよね。うーん。ちょっと辛口でごめんなさい。まあ、それでも実際こう、いじってみると、まあ、思い描いたようなポーズは取らせることができます。まあ、さっきも言ったように、本当にこの頭部だけが残念ですね。まあ、これ今アングルがどっちかっていうとちょっと見上げているんですけども、こんな風にちょっと見下ろすぐらいの方がかっこよく決まりますね。でもこれだとちょっと大きいアクションのポーズを取らせるの難しいなと思いました。 アームチェンジシリーズのオレンジアームズとの比較です。大きさはドライブの方がほんのちょっと大きいかな。まあ、昨年のこのアームチェンジシリーズは、うーん。なんか今までのシリーズを飛び越えるぐらいのクオリティでしたね。素直に言うと良かったですね、これ。こっちはギミックが少なくて干渉する部分意外となさそうなんだけどあんまり動かない。で、こっちはガツガツ当たりそうなんだけど意外と大きなポーズつけてもかっこよく決まるっていうシリーズでしたね。手首は同じ仕様なのでアームチェンジシリーズの武器などを持たせることができます。 ただよくよく考えれば、あくまでも対象年齢が小さい子向けのフィギュアなんで、もうこうして立たせてるだけでも十分かっこいいですよね。あんまり多くは求めちゃいけないなというふうに改めて思いました。さあ、次はこのシリーズの目玉ギミック。タイヤ交換です。タイプスピードタイヤからマックスフレアタイヤに交換します。交換手順はとっても簡単です。さっきと逆の手順で分離させます。そしてマックスフレアタイヤをくっつけて、 ここを押し出してあげると、このように稼働します。これが、1、2、3。ちょっと見えづらいんですけど、根元の部分を押してあげると、簡単に出てきます。5、6。全部で6箇所展開すれば、完成、マックスプレアです。おー。なるほど。こんな感じになるんですね。なんか、俺のこの手が真っ赤に、って言いたくなりそうですね。 さっきと同じように手動でここが回転します。劇中での活躍が今からとても楽しみです。まあ、他のアイテムにもタイヤ交換できますね。やばい。<laughs> 目線があってしまった。そういえば今年の仮面ライダードライブって仲間がいないですよね。なんか結構いろいろ遊べますね。反り競争。 というわけで今回のタイヤ交換シリーズ01仮面ライダードライブタイプスピードのレビューいかがだったでしょうかまあ、ちょっとさっき辛口なことも言っちゃったんですけどもま対象年齢を考えればこれで十分だと思います。まぁ稼働範囲や大きなポーズがあんまり決まらない代わりに劇中さながらのこのプロポーションすごくいいですよね。そこは高く評価します。まあ、次のタイヤ交換シリーズ早速このタイヤが発売されるみたいですね。まあこのタイヤが変わるとどのように変わるのかそれもすごく楽しみです。 それから、今のところ仲間がいないんで、この仲間だったり、まあ、あとは、まあ、これ赤なんで、もしかすると、まあ、何かのフォームに変わって、まあ、色や部分的なところが変わったりするかもしれないですね。デラックストライドローンをこの横に並べたくなりましたね。こう、メカニカルなボディで、ハイテクなんだけど、どこか懐かしさのある、この仮面ライダードライブ。小さなお子様や、あとは昭和ライダーや、あの、宇宙ージシリーズのソウルブレインとか、ウィンスペクターとか、あの辺が好きな方にも強くお勧めします。 僕はこれすごく気に入りましたね。大きなポーズを取らせないで、こんな風に巣立ちで飾りたいと思います。いつも動画への高評価やコメントなど、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、仮面ライダードライブの最新のおもちゃレビューを見たい方、ゆがちゃんの活躍がもっと見たい方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。わたまでした。